ンポン。なんでみんな大人になるとお酒を飲むようになるんですかね。うん、やっぱりきっかけは好奇心やないか。ふむ、ポンキさんはどう思います。人間は抑えられると逆に反発する。いや、誰だ、エクストラコメンテーターポンキオブチャポンです。本当にその芸名でいいの。あれ、ここに妙にキンキキンに冷えてやばい。あれに似たものか一つ。おいおい、無理だ。あかんあかん、まだ子供の先生にはあかんもんや。麦茶だ、これ麦茶かよ。じゃあいいよ、ごくごく飲めや。あ、誰がごくごく飲まれるんやボケ。待て待て、なんかその麦茶喋ってない。おっ、怒りゃ息がいいな。麦茶に息の概念はねえよ。あ、この雑魚どもが最高級生き生き麦ちゃんと言われた値をごくっちゃうな。ごく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 雑魚、うますぎワルロンヌ。お前も躊躇ねえな。あれ、どないしたんや。なんか頭がフラフラする。おいおい、大丈夫か。倒れそう。あかんあかん、倒れそう。とりあえず安静にしや。倒れ倒れない、しばくぞ。ヒック、何や、酔っ払ってるんか。酔っ払ってないですよ。あかりちゃん、私全然酔っ払ってない。うえへへへへへ、それはタヌキだよ。なんだ、オブザコミか。お前やめろ。ほら水飲んでシャキッとせいや。うえい、ふう、落ち着いたか。いやー、すみません、あかりちゃん、ご迷惑をおかけしました。あれ、なんかあかりちゃん太りました。だからそれはタヌキだよ。ピンポン。はいどうも。いやー、ありがとうございます。今ね、新しい顔いただきましたけどもね、つかみが強すぎるわ。え、初見さんでも見やすいようにミルクボーイさんがネタ風にやってるのに、観客から新しい顔もらうやつとかドン引きやろうがボケが。いや、ちょうど新しい顔のストックが切れてたのでやめてくんない。うちのお母さんがね、好きなボイスロイドがいるらしいんですけど。そうなんや、その名前を忘れちゃったみたいなんです。ほんならお母さんの好きなボイスロイド一緒に考えてあげるから、どんな特徴を言うてたかとか教えてみてよ。いやね、お母さんが言うには顔が取れるらしい。お前やないか。ボイスロイドの中で顔取れるやつお前だけやろ。むしろお前だけであってほしいわ。いやね、私も超可愛い私のことかと思ったんですけど。何言ってんだこいつ。お母さんが言うには胸が大きいらしいんですよ。じゃあお前ではないか。あでかいですけど、私めっちゃでかいですけど。お前には涙を誘うサウンドエフェクトが聞こえんのか。確実にお前ではないから他の特徴を教えてくれる。むむ、いやね、お母さんが言うには相当頭がパーらしいんです。お前やないか。むしろ私の頭はグー型ですけど。お前は一体何を言ってるんだ。いいから次行け次。むむ、いやね、お母さんが言うには私ではないそうなんです。じゃあお前ではないやろうが。でも私が二人いたらどうでしょうか。どうもしねえよ、引っ込め。でもお父さんは私のこと大好きって言ってたもん。だからお母さんからもボイスロイドを一かれてるもん。ピンポン。さあ、問題です。今日は、なんと、ここをね、やべ、間違えた。台本台本。おいおい、テイク2行きます。行ってらっしゃい。さあ、問題です。今日は、勘弁だ。なんかあったの？あれ、間違えた。台本台本。お前、テイク3行きます。もう帰ってくんなよ。さあ、問題です。今日は、バレンタインだ。正解言っちゃった。リンゴオブアホ。今日はバレンタインです。せやな。実は私も作ったんですよ。桃。なんで？いやだってちょっとハートっぽいお尻みたいじゃないですか。その例えやめてくんない？って、一応桃のついでにチョコも作ったんですけど。はあ、形を上手か顔なしにするか迷ってしまって。その二択？悩みすぎて。顔が大きくなっちゃった。そうなる前に相談して。間を取ってハートの形にしてみました。どこの間を取ったんだよ。どこをハート型にしとんねん。早く直せやドアホ。オッケー、気持ち一緒。まあまあ、ここまでは軽い上手で。それは本当にジョークであってくれ。ちゃんとチョコを作ってきました。ほう、誰にあげるんや。実はあかりちゃんに。うち、いつもお世話になってるので。本当にな。いやでもありがとう、嬉しいわ。開けてええか。はい。なんや照れるな。どれどれ、どう見てもお尻じゃねえか。わあ、なんて可愛いお尻型。自覚あんじゃねえか。しばくぞ。あかりちゃん、チョコレート、向きが逆ですよ、逆。あー、すまん。で、じゃあこの尻って文字はなんやねん。ちゃめっけ？てめえ、なんてひだ。うるせえ。